黎明大戦、闇の民ヨーマと光の民人間との互いの存亡をかけた太古の最終戦争は、究極兵器パオペイの登場により人間の勝利に終わる。敗れたヨーマは永遠の闇の中に封印され、ここに人間の歴史が幕を開ける。パオペイを生み出した人間は仙人と呼ばれ、山岳や孤島に道府を築く。こうして後に仙界と呼ばれる領域が形成されたのである。原始天尊様、仰せの通り参上いたしました。そちが…まだまだ未じゃ…ん、ところで、そちに…え、発覚…人海…それで…人海思い過ごし…そこで…はこれを割…打診…そちの働きに師匠前から言うだってしこれじゃあいあい
もらいましょう。ってのはこんなもん。これお客様に失礼ですことよ。わらわはだってもね。で、手間をかける人。まあまあ、最近生きて。いや早い。少佐、そうですわね。もっと素敵な刑を思いつくかもしれませんし。そうか、ダッキとか言った。知らずに死んだ。この者を力を。何をやらか。わしか。それでは。ああ、僕は崑崙山の道士です。街中で一人で戦いを挑んで。僕の戦い。それにお主も。ええ、わしは見回りを切りつけはしたものの、翌日呼び出された越見の間にわしをここに放り。あれは仮の姿。本当の奪旗はおそらく。グズグズしていては化け物の巣窟と化してしまうな。とはいえ、ここから出ないことには話にならんぞ。確か越見の間にいた。見ての通り。はい、開きました。兵に見つからぬよう気をつけて逃げてくださいね。なぜ僕たちを助けてくれたのだろう。それより、
せよ。はっ。
これで大丈夫。せやか。反逆罪のみならず、だって一族中佐。陛下は信じたくなく、何にす。おいよ、あなたよ。なん。そうですね。混乱同士要塞。変化の術ですか。お前たちももっと。おとなしくしてもらいましょう。これで大丈夫。
これで大丈夫。せや。大丈夫。行け。おとなしくしてもらいましょう。気を抜くな。気を抜くな。気を抜くな。せや。
行け。Thank you.
はっ。慎重に行きましょう。
行くよ。せや。行け。
龍馬の追撃を退けた一行は黄河を渡り一路正規を目指す。原始天孫から授かった方針棒を手に各地に広がる龍馬たちを討伐するため次々と向けられる奪旗の刺客、渦巻く陰謀、そして姿を垣間見せた黒幕、幸彦親子という力強い仲間を得たものの一行にはさらなる苦難が降りかかる。物語は謎をはらみつつ次章へと向かう。あれを見てください。一体どうした。それがし、理性と申し。待ち上がれクソ子供のくせに。なんだおっさん上等。理性殿、それでは貴公が原始転送それがし師匠から出りゃ。おっさんただの人間。あれの兄二人を修行先の道府から連れ戻して貴公と合流するつもりでした。ところが出発し、わっぱ！それがしを、するとあのバカを、と叫ぶなり。あなたの言うこと、天将はど、父上とごか、理性殿。しかし、まあ、貴公がそれでいいとおっしゃるなら、それがしは構いま。幸彦殿。ナタ君も落ち着いて。おっさんのバカ息子も。だからな。ナタ君。あ？もともとそれ。あんた。ああそれから。分かったよ。それがしは。ちょっとだ。We'll be right back.
これで大丈夫。
ゼリア。これで大丈夫。
はっ。
頑張って。今だ。待ちなさい。お父さん、飛べ。ここ逃げても無駄よ。なんだい。ごめんなさい。
丈夫。せや。行くよ。See ya!
行くよ。鮮魚。何よ。君のせいじゃ。僕は君が責めるべき。謝っても取り返しはつかない。僕もっと。待って。私もう泣きません。だからあなた。鮮魚。私もそれがお父さん、あなたの。わかった。それから。